い、どうも、ひょんすけです。今ちょっと緊急で撮っておりますと。担当直入に言うと、3月東京に行きます。サムシティ決闘に呼ばれたのでかましたいと思いますっていう動画ですね。なんか帽子いらねえな。何年ぶりなのかなって考えたんですよ、イエローコートに。約2年ぶりということでね。ちょっとこれ音うるせえかな、大丈夫かな、ちょっと聞きづらかったらごめんなさい。青森雪マジでやばい。ちょっと雪見えてるかなこれ。今のところ発表されてんのがケイタさん、千尋さん、ユッケ、ほんで俺、4人なんですけど、まあ、ここからまた数名発表されるみたいなので、皆さん楽しみにしてください。どうなるだろうね。なんか楽しみがすごい今強くて、まあ何よりあのイエローコートでプレーできることが、しかも有観客、お客さん入れて戦えることがすごく嬉しい。しかもワンオンワンやばいな。15点マッチなんだよねあれ、ルールで。8点決めたらなんかタイムアウトみたいなのがあって、ちょっとあまりルール分かんなかったんだけど、ちょっと予習してます。しっかり準備していきたいと思うので、まあ頑張ります。ただ一つだけ問題があって、青森県体育館一つも使えねえの。どうにか仕上げていきたいと思ってるので、そんな言い訳にしたくないんで優勝狙います。まあこれをね、見てる決闘に出るボーラーがいろいろと感じるものがあると思うんで、バチバチやりましょう。で、見ていただけるね、実際会場に足運んでくれるお客さんの皆さんも楽しめるように、まあ今回俺自分のためもそうだけど、見てくれる人のためにも戦いたいなっていう風に思うので、久しぶりに戻ってきたって喜んでくれるね、実際連絡来た人もいたので、ぶち上げに行きたいと思ってます。あとはなんかな、久しぶりのサムシティなので、ハイライトだったり結果だったりっていろいろ残してきたけど、それは過去なので、しっかり現在進行形で3月6日決闘で結果出せればなっていう風に思うので、皆さんぜひお楽しみにしてください。さあ、こんな感じでね、バーって喋ったんだけど、ごめんね、ちょっと多分うるさいかもこれ、聞こえづらかったかもしれないんですけど、見ていただきありがとうございました。それでは3月6日決闘でお会いしましょう。へばな。いつ君は気づくの？ You want more？ ここじゃない。